どうもどうも。あ、毎度でございます。今日は BMW さんの1シリーズの方を、今日撮影していこうかなと思っております。はいはい。はいはい。まあ、そんな1シリーズでございますが、はい、でも1って途中で加わったラインナップですよね。そうね、昔は3が一番ちっちゃかった、ね、そうですよね、うん、でまあ何かこう1っていうのが何か出た時に、うん、まあ非常にコンパクトで FR で、そうやね、まあ、こうその当時多分僕はね走り屋キッズだったので、ああ、なんか86をね、うんうん、潰した後に何を買うかっていう話になって、うん、1っていうのがコンパクトで FR やぞと、うん、もうその当時でもうコンパクト FR ってなかったんですよ。ロードスターに行くか何に行くかっていう、うん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 、なった時にこの1っていうのがあったので、うん、まあ、なんか非常にこう鮮明にその1のデビューっていうのはなんか覚えてますね。なるほど、まあ、そんな、まあ、珍しいわね、このクラスで FR は。珍しい珍しい、だってほぼ FF でしょ、うん、このクラスで FF やな。え、今現行はもう、現行は FF になったらしい、なったらしいよね、うん、これは2代目やね、ね、抜け、まあ、そんなコンパクト FR な1シリーズさんの下回りをちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、はい、じゃあ先生お願いします。はい、ではでございますね、はい、今回見てってやっぱ思うのが、やっぱ気使っとるね、いろんなところに、もういろんなところに気使っとる。まあ例えば、まあまあいつも通りのやつではありますが、はい、こういうねマスダンパーがしっかりとこう使われておりまして、ね、でちゃんとこのマスダンパーにも BMW って書いてます。ほんまや、書いてるね。そうなんですよ。あとは、まあ、こういうマスダンパー系もさることながら、うん、こういう遮熱防音処理っていうのもしっかりしてると。例えばこの遮熱のこういうね、はいはい、やつがこのバンパーの上のところまでしっかり入ってるんですね。あ、うん、こういうところがやっぱり気を使ってるなっていうのは、まあ、見て取れるかなと思います。 そうなんです。あとはまあこういうねサブフレームの締結のところも、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、ちょっとこういうゴムマウントとかもかまして、うん、まあ、振動がダイレクトにこうモノコックのボディの方に伝わらないようにしてたりだとか、うん、そもそもこのデフのマウントっていうのの剛性を適正化するのに、はい、まあ、後ろ1個の方向のね肩持ちにしてますよね。はいはいはい、まあ、普通だったらこう2本ね、両方つけたくなるな、まあ、つけたくなるところ、まあその辺の剛性コントロールでしょうね。で、まあ、その分前側は2つしっかりと締結してやってます。で、まあ、BM さんといえばやっぱりこのねリアのアームの長さをやっぱりたっぷり取るっていうのが、うんうん、まあ、なんか BM さんかなっていう風に思っていて、やっぱねアーム長がある程度長ければ長い方はね、うん、まあ、トラクションだったりだとか乗り心地だったりだとか、まあ、そういう動きっていう面で有利になってくるので、やっぱその辺なんかしっかりとこう考えてる設計してるんじゃないのかなとは思いますね。そうなんですね、うん、で、まあ、やっぱその分やっぱりしっかり足の設計がいいから、多分スタビで抑える必要っていうのがなくて、うん、スタビも細いよなこの辺とかな、ほんまに細いな、うん、ほんまに、うん、多分スタビライザーが細い車は僕の中ではいい車な気がするな。あ、NSX さんの時もあるんですね。素性が良いと、素性が良いからスタビで無理に抑え込む必要がないということなので、なるほどね、逆にスタビを固めなければいけないっていうことは、そもそものボタンをこうかけ違えたところの多分スタートになってしまってるっていうのは、まあ、一つの目安として、はいはい、まあ、その限りではないけどね、うん、あるんじゃないかなとは思ってます。やっぱり設計の良さが出てくるんですね。そうそう、やっぱね、うん、その役割っていうのをね、その見るとロールを抑え込まなきゃいけないような必要になってしまっているっていうことなので、はい、あ、そうなんですね、うん、あとはまあこういうねペラ車のところもこのクラスにしては珍しくちゃんとゴムダンパーを入れて、この辺も振動ががっつりね伝わらないようにしてるのは気使ってるポイントですし、まあ、このまま前ずーんと見ていただいてのこのアンダーカバーの量、そうやな、しっかりついてますね。そうですね、うん、まあ、なんで、まあ、金額的な部分でコストをかけれるかかけられないかっていうのもあるとは思うんですけど、うん、まあ、じゃあそもそもコンパクトカーをね、うん、作るってなった時に、うん、まあ、普通だったらそこまで多分いらないんじゃないかというか、うん、気を使わないと思うところをやっぱりここまでするっていうのがその BM さん、はいはいはい、まあ、多少コストはかかって、例えば車両価格が上がったとしてもそのコストをかけたものじゃないと、うん、BMW の名はつけられないぞと、うん、っていうぐらいの意識を感じますね、やっぱり。なのでまあこういう
ミッションのブラケットっていうのもアルミで作って、なんかしっかりしてそうな感じやな。ね、ミッション自体もね、やっぱり8速 AT ね、うん、ようできてますよね、ほんまに。1600で8速 AT ね、贅沢やな。そうそうそう、めちゃくちゃ贅沢。うん、だけどまあ排気量が少なければ少ないほど、まあその多段化、あの、うんうん、ギアのいっぱいっていうのの恩恵は。ね、あるよね、やっぱあ受けやすいけん、まあ、そこコストを上げてても多分採用したんじゃないかなとは思いますね。うんうんうん、まあ、例えばだってこのマフラー一つにとっても気持ちのこのオーバル感、まあ、これぐらいかな、楕円になって、うんうん、やっぱ地上高とその隙間とのね、まあ、丸でいったら多分その方が安いんでしょうけどね、うん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 、そうだけどやっぱそれをこういう風に通していくっていうところにやっぱこうクラフトマンスイップを感じたりとか、はいはい、あとはまあこのねアーム類ね、フロントはやっぱりふんだんにアルミを使われてますね、 BM さん。 ほんまやね。あんで、まあ、ストラットがまあ鉄のシェルケースでしょうけど、まあそれ以外のだってこのナックルから、うん、まあキャリパーはもちろんですけど、こういうバッフルプレート、うん、アーム全部ね、まやね、アルミで作ってますね。まあ、この辺がやっぱり、BM、エントリーグレードやもんね。これエントリーなんでしょ。エントリーやね。ね、だけ、うん、でも十分やっぱり乗って運転しててもそんなエントリー感ないでしょ多分。ない。これは実はうちの母上様の車なんですけど母ちゃんええ車乗っとるな乗り味ええね。ねえ、うん、いや本当に。なんでやっぱりなんて言うのかな、 BMW っていうのが非常によく、ある意味ではそのゴテゴテしたグレードって言ったら言い方が悪いけど、うんうんうん、そのなんか、まあ、特別なグレードっていっぱいあるじゃないですか。あるある、うん、あのまあ、でっかいエンジンが乗っとったりとか、なんかこう例えば上級グレードでいろんな装備がついとったりとか。ありますあります。でもついてないこの位置だからこそなんかこう分かる、うん、その素性の良さというか、うんうんうん、っていうのはやっぱり見てて、まあ、下回りからでもやっぱりそれを感じるかなとは思います。あるですね、うん、やっぱ素のグレードの方がよりいい感じがする、うんうん、そうっすね、うん、やっぱなんか何でもそうやけどこうスタンダードはね、スタンダードそのまんまの状態でやっぱりいいっていうのは、うん、そうだね、うん、やっぱこうとってもかけがえのないものなんじゃないかなとは思いますね。昔は全然わからんかったけどな、そりゃでかいエンジンはええやろとかって、そりゃそうやろ思っとったけど、そりゃそうやで、やっぱ、ね、標準車が一番いい、うん、そうっすね、うん、で昔やったらだって4発と、そうやね、 BM で4発と、うんうん、いやいや買うなら6発やろふふって多分あの言ってた、まあ、なっとったやろね、うん、時期もあった、今ありましたよ、うんうん、だけどねやっぱある程度やってくるとやっぱそのいろんな良さっていうのが分かってくるんで、ね、まあそうですね、ぜひねあのこれ見られてる皆さんなんか特にその辺あの分かられてる方ばっかりだとは思いますけど、まあ、実際ねこういう下回りとかあとは実際運転する機会があったらもちろん運転していただいて、うん、まあ、その自分の体と自分の物差しで、うん、まあ、ぜひね評価をしていただけたらいいんじゃないかなとは思っております。はい、はい、ということでそんな BMW さん1シリーズの下回りでございました。またチャンネル登録ですとか高評価の方もよろしくお願いいたします。ではでは。